どうも下花尾です本日のテーマは「心霊スポットで不法侵入そして逮捕」というテーマでお話をしていきたいと思います。はい、えー、こちらネットニュースにもなっておりました、ね、あの YouTuber の人がですねなんかその心霊スポットと言われてるところに、まあ、何人かで行ってでそして不法侵入要はその私有地ですからね、はい、そこに勝手に入ったよということで、まあ、逮捕されるというような事件。 はいえー、それがございましたね。で実はね、えー、とその前にもあったんですよね。はい、で、えーまあ、今日はねせっかくなのでそのお話をしようかなというふうに思っております。はい、でえー、とねじゃあ、えー、下駄君はねそういうとこ行ったことないのかって言われるとあのー、そんなことないんですよ。でなんですけどあのー、行った時はですね基本的にはあの番組の収録です。はいでその時にそのなんか心霊スポットに行ってくださいとかねまあ言われたことありますけれどもあのね そういうところってね結構そのまあ、ちゃんとしたね、えー、テレビだったりとか、えー、番組の、えー、そういうやつってあの基本的にはね、まあ、ある意味その許可が必要ない場所だったりとかあのちゃんととねそういういころやってるんでですよ、はい、であのー、ここがね結構ミソで例えばですよ本当にあのー、なんか20年前30年前とかだったら。 結構ねその、まあ、例えば芸能人の方ね、心霊スポットだってガーこうなんかあの若いお姉さんのアイドルとかとこう一緒にいてキャーみたいな,なんかそういう番組って結構あったじゃないですか昔って、はい、でもあの最近すごく減ってるでしょうで、えー、それが減っていてで、えーまあ、その影響もあってか逆に YouTube 上でね、えー、そういった y o u t u b e の方が心霊スポットに行って突撃してみたいな、えー、そういった番組がすごくこう再生回数も伸びていてだって実際番組テレビの方ですごく減っちゃったから。 でえー、それを求める方が YouTube のそれで見てですごく再生回数が、えー、こう上がってっていうような、えー、そんな感じだったんですけども、まあ、やっぱりね、あのー、そういう感じで中に入っちゃってで、えーっとまあ、送られてね警察の方のお世話になるというような感じ、えー、そういうふうになっているんですが、あのー、これねそもそもなぜテレビの方がそれしなくなったのっていうことなんですけども、あのー、結局のところそのコンプライアンスっていうのはねはい もうあの何十年前と今違いますからね、はい、なのであのその辺りでやっぱりあの不法侵入になっちゃうわけですよ。ねだからそのテレビって基本的にあのそういうことやっぱりできないですからね。はい、なのであのやっぱりしないんですよ。だから減ってるんですよ。でも なんかその辺りあんまり知らない人がですね YouTube でそういうふうにやってそうなっていくというような感じがなんかあの今のこの縮図というかねそんな感じなのかなというふうにはあの僕は思っております。はいまあ、せっっかくなのでねあのまあそういったところに行く 時の何でしょう注意点っていうわけじゃないですけどもあの本当に気をつけた方がいいよということをねちょっと一つお伝えしたいんですけれどもあの僕も本当にね結構前ですけどもね、はいまあ、あのとある受会に行ったことがあります。っ、はいまあ、って言ったら、まあ、受会ですね、はいえー、そちらに行かせていただいてそのガイドさんもおられてね、えー、でそしてその雑誌の編集の方とかいろんな方とですね同行してまあ,あの正直僕あの詳しいですからね骨にね。 でまあそれで同行させてだいてでまあやっぱりあるんですよね。でああそうなんだっていうねそんな感じだったんですけれどもその時にね僕がすごい印象的だったのが歩いてるとですよあの樹海ってねそもそも足場すすすごいい悪んんでで皆さ穴だらけやっぱり火山のね溶岩っていうんですかねあののれの土地なので。 まあ、パッと見は普通の平らなねそのなんか苔が生えているみたいな感じなんですけど実際歩くと本当にねボッコボコなんですよ。ですごいねあの高さのある穴があったりとかしてあの本当に気をつけないと怪我するよというような場所なんですよね。でその中を歩いているとあのすごいねうんちの匂いがしたんですよね途中でね。であれと思ってで、えー、っとそのままねその匂いの方に行きますとですねほんとにリアルにこれくらいのね あのうんんちがあるんですよ皆さんこれくらいですよあの。もうこれ完全にクマなんですよ、はい、で、えー、とそのガイドさんをですね、まあ、僕そのガイドさんの様子もねちょっと見てたんですけれどもずっとそのうんちを見てたんですよね。ってすごいこうなんか詳しくというか、ね、近づいてなんか見ててなんかすごい見てるなとまあやっぱりそ,のそういうのも詳しいまあ実際詳しい方なんでねあなんかそういうのもねなんかこう見てるのかなとか思ってたんですけども。 まあそれがあったでも結構ねカピカピだったんですよ。だからすごい古いやつだったんで、まあ、とりあえず先進みましょうかって言ってまた進んでいったんですよ何人かで。で行ったらですね次ねあのまたねうんちの匂いがしたんですよ。今度はですね、えー、それだけではなかったですね。それプラス、えー、ものすごい獣臭がしたんですよね。はい、この獣臭っていうのはあのー、本当にその動物園の匂いですね。 はい、もう本当にそういう感じだ動物園で嗅いたことのある匂いなんですよでそれがブワッてしてでえっ、ー、とえなんかすごい動物のにいしませんみたいな、えー、話をしてたんですよねでそしたらそのガイドさんはねあのすごい陽気な方でもともとねでその一番最初のねうんち発見した時はねいやこれクマだねみたいなでえっ、ー、といやクマだねって結構危ないじゃないですかっていやでもねあのなんかクマよけのこのなんかあのスプレーみたいな持ってくら大丈夫大丈夫みたいな ま「あああのったらラッキーだね」とか言って冗談で言うんですよその人は。で「えー?」とか言いながら言ってたんですけどその2回目の時はあのみんな「伏せね!」って言って「でえー?」って言ってこうバって伏せるんですよ全員ね。であの伏せてたらですねすっごい遠くでパキンパキンって音がしたんですよねあのの枝をそのだから踏んででる音ですよねだからあの、まあのま結構遠くでしたけどやっぱりいたんですよね。はいで あのー、そのと、ね、そにガイドさんの代わりようが、ねあのー、すごかったんですよ。最初のあの陽気な感じんもう一転してはいもう本当にあのー、ものすごい頼れる人だ,だったんですよ。ね本当にね、もう一瞬であこの人の言うこと聞かなきゃっていう風に思った、えー、そんな気迫がある方だったんですけれどもまあ、あのー、その方がちなみにその、ね、うんちをすごい見てたのは何でかって話なんですけど要はこれね人を食べてないかってことなんですよ。はい そこの地域ねもうあのー、いやもう悪い意味でね有名なんですよ悪い意味でね。はいであのー、やっぱりそれを望む人がですねそこに集まるんですよ。でこれはあのー、実は日本人だけじゃなくてね海外からも結構来てます。はい海外でも有名なんですですあのー、本当に思いのほかですよ思いのほかあのー、結構もうそこのね樹海の中でっていう方々ねいらっしゃるんですよ。 でそううななるるとどうなるかねそこの樹海に暮らしている動物たち、まあ、いますねシカとかもいるんですけれどもあのー、なんでしょうはっきり言ってそうなっちゃうとものすごくあのー、カロリーの高い栄養源なんです。ってなると当然のことながらそういう野生動物はその味わかるんですよね。 だかからそそれ食べててなないかなっていうう確認のたために見てたそうです、はい、でも僕はもう見ても分かんないんでねさすがにね、えー、僕は全然その分かんないのでも見てなかった実際どうだったかどうかは知りませんけれどもあのー、やっぱりそういうことなんですよ。あのー、だからこれだけ聞いただけですね皆さんあの最初でもしかしたらその心霊スポットの,その注意点とかその霊的なとかいうふうなお話かなと思った方もいらっしゃるかもしれませんが僕としてはもうそうじゃなくてもう単純にその「 ある意味その人里離れたところのね例えば山奥だったりとかそういうところに行くっていうのはそういうことだよっていうことをこれお伝えしたいわけですよ。で特に、えー、例えば北海道とかもね例えばその心霊スポットみたいなところはまあたくさんあるんですけれどもあの北海道もやっぱりクマ多いんですよね。はいなので あの例えばですよその北海,北海道のじゃないところに住んでる例えば東京名古屋大阪とかねまあ、どこでもいいんですけどもで住んでる人がねじゃあその北海道の心霊スポットに行こうって言ってそれで飛行機で行ってんでバーって行くとあの絶対鈴とか持ってた方がいいですからねもうそもそも。ははいももううそそれは本当にもうすごく大事なんでねまあその 結局、危ないところに、ねまあ、行かない方がいいと思うんですけどもそもそもね、なんですけどあの、何でしょう本当にそういう危険性というのはね、本当に考えた方がいいです。で、えー、僕もですね、その四国、ね、88箇所巡礼、えー、歩いて回るというのをやりましたけれども、えー、その山道を、ね、歩くことすごい多かったんですよね結構ね。であの今ね、もうう本当に何でしょうその,今の世界の情勢が云々よりももう何年も前からそもそも歩け遍路さんというのはもうすごい減ってるんですよ。で 減ってるとどうなるかなんですけども、そのいわゆる偏路道ね、歩きの方が、えー、歩いていくようなその山道に人がほとんど歩かなくなってるんですよ。ということはどうなるか、野生動物が結構ね頻繁に出てくるようになってるんですよね。はい、えー、これはねあのー、現地の方も言っておりました。あのー、まあその時はですねなんかイノシシがやっぱりちょっともう最近よく出るねとかね、えー、おっしゃってましたけれども。 まあよく出るのがそのヘビで野犬でイノシシそしてサルね、えー、このまあ4種類はあの結構ね出てきたりするから気をつけないといけないよとかいうの、まあ、話をね聞,きな聞いててで言ったんですけど僕最終的に4種類全部見ましたからねあの本当にすっげえ怖いですからねあのまあ一番怖かったのは僕は野犬ですかね野犬が一番怖かったですけどまあでもイノシシも怖かったまあお猿さんは あんんまり、まあ、一瞬だったんですよあの道をねその山の道歩いてると目の前をあの2匹ですねこうバーッと走っていってねでうわーっとこうなったんですけどでその山の奥の方で多分そのお母さんかお父さん座長がいてですねでこうキーキー言っててでそれ子供たちなんかなわかんないですけどこう戻っていったみたいな感じだと思うんですけど、まあ、やっぱり野犬の方がねなんか命のやり取りをこう強いられてるようなね、はい、そんな感じで立ち向かってこられて、まあ、ものすごく怖かったですね。 イノシシもう一目見てねですぐにバーってどっかあの逃げていってくれたんでよかったんですけどもでもね,あのね毛が太いんですよいやこれどうでしょうこの表現ちょっとねあれですけど本当に、まあ、僕もあんまりその野生のイノシシって、ね、見たことなかったんでね別にねあの別に私生活でそんな見ないんで分かんなかったんですけど毛が太いんですよあのねもうその時点でもう勝てないでなりましたからね。 でまあ、実際ねあのインターネットで動画とか見ていただいたら分かりますけどもイノシシがですね例えばこの成人男性のね足目がけて突進してバーンと当たったら成人男性クルーンって回りますからね。はい、あのクルーンっってて回るって相当危ないですよ、ねえー、それでこけた時に石があって頭打ったらどうなんのとかね、はいろいろ考えたらあのものすごくある意味ですよある意味いとも簡単に命を奪われるかもしれないよと。 えー、そういったところはね本当に注意していただきたいなというふうには、えー、僕は思います。はいということで、えー、本日はですね、まあ心,霊まあ、心霊スポットで,でもちょっと山の方の話ですよね。はいについてお話をさせていただきました。ではまた火葬場祈団では皆様からの質問や体験談を募集しております。投稿方法は概要欄下の下駄花をホーームページよりご覧ください